本題に入ります。本題、 How to reach to your goal. Realize your dream using your brain function. どうやって夢を実現するのか、目的に達するのかということです。まあ、ここにいる皆さんもしかしたらもう聞いたことがあるかもしれない。脳の機能の一つ、レティキュラーアクティベイティングシステム、通称 NAS、 日本語で言うと毛様体復活系という神経組織システム、これについて聞いたことありますか？本当に？なんで知ってんの？そうだね、100万回ぐらいこの話してるね。どうでしょう、日本の皆さん、お聞きになられたことあります？こういう話。はい、バイラテラルではないので先に進めます。はい、通称ラスと呼ばれるものなんですけども、脳のファンクションです。このレティキュラーアクティベーティングシステムというこの人間の脳の神経システムが、だいたい1947年ぐらいに学会で正式に発表されたというふうに言われています。で、イタリア人の学者さん、この2人の方が、発見したんですよね。で、要はこの学者さんたち何をこう研究していたかというと、人間って自然に眠くなって寝て、どっかのタイミングでパッと起きるじゃない。なんでその起きることができるの？誰かがスイッチオン、スイッチオフしてるわけじゃないでしょ。例えば誰かのいびきがうるさくて起きるっていうのはあるけれども、それは別の理由だよね。人間が普通に速やかに寝てるときに、レム睡眠だ、なんとか睡眠だってあって、どっかのタイミングで起きるじゃないですか。起きる機能って誰が動かしてるのっていう研究をしてたときに見つかったんです、だから逆に言うとどういうことかっていうと、このレティキュラーアクティベーティングシステムというのは人間の、いわゆる根幹、人間の生活活動の中の根幹に関わるシステム機能というふうに考えてください。心臓が黙ってても動いている、肺が黙ってても動いている、なんでですか？脳が指示してるの？意識してます？意識してないよね。意識して動かしてたら怖いよね。なんでいびきが出るの？意識してないよね。それは別の問題か。スネークの仕業。はい。そういった人間の生活活動の根幹に関わる神経組織というのは、このレティキュラーアクティベーティングシステムというものでコントロールされているというふうに考えられています。これ人間の脳です。で、目がここにあって、ここにだいたい一般的に前頭葉というのがこの辺ですよね。で、この辺大脳皮質と呼ばれるところがあります、ね、で、脳幹というのがあって、ここから脊髄につながっているんですけれども、目から得た視覚情報とか、あとは感覚器官、痛みとか食感、熱いとか、冷たいとか柔らかいとか、そういう感覚っていうのは手とか体の一部から感じたものが脊髄を通じて脳に伝わるわけですよね。で、耳もそうですよね。聴覚から受け取ったものっていうのがここに入る。で、どうもね、匂いだけは違うらしいんですよ。匂いはここに通らないで直接脳に刺激を与えるらしいんですよね。面白いよね。多分匂いに鈍感な人ってもしかしたら頭悪いのかな。そんなこと言っちゃいけないね。それ冗談ですよ。匂いというのは嗅覚から直接なんか脳に刺激を与えてるらしいです。他の感覚器官というのは全てレティキュラーアクティベーティングシステムのここを通って大脳質で伝わって、前頭葉に行ってっていう構造になってるそうです、これは本を読んで勉強したんですけどね、私の経験ではありません。1秒間に人間ってどのくらいのデータ、いわゆる情報を脳に吸い上げてると思いますか？これは脳科学の本からの受け売りですけど、いくつ？分かんないよね。4億ビットパーセカンドの情報が本来脳に伝わるらしいです。普段我々当然アンコンシャスって無意識ですか？
で、ところがその4億ビットパーセカンドのデータが我々の脳に一気にいっちゃうと機能停止なんですよね。当たり前ですよね。すごいんで、そこら辺のサーバーよりすごい、サーバーなんてもんじゃないからね、これ。なので実際は2000ビットパーセコンドまでに絞られて、スクリーニングをかけてフィルターされるそうです。で、このラスというファンクションを伝わってフィルタリングされたものが脳の中に伝達事項として伝わってリアクションに変わっていくっていう構造だそうです。で、その時に大きく稼働するのがこの前頭葉、やる気を起こさせるという一番重要な部分なんでね、人間が一番でっかい前頭葉を持ってるんですけども、これがないと無感情になるんですよ、うん、昔あの某国でね、精神疾患者、戦後の精神疾患者を治療するのロボトミーということがよく行われていたそうです。で、その時には目のここから針を刺してこの前頭葉を傷つけることによって無感情にすると、そうすると精神疾患ですごく暴れていた方が突然穏やかになる。これ実際にそうだったそうです。で、一方でデメリットがたくさんあって、無感情、やる気が全く起きない、無行動症候群になっちゃうそうです。だから人間が得た感覚をベースにここでスクリーニングをかけて必要なものを伝達事項として大脳皮質前頭葉に伝えて、人間はやる気が起こってリアクションに変わっていくという構造なんですよ、ね。で、こんなことを話してるとまた本の受け売りになってしまいますので、具体的な事例いきますね。例えば皆さんが病院とか歯医者さんとか空港で待ち合いしてるとしましょう。すごいうるさいじゃね。歯医者さんうるさくないから、空港うるさいよね、うん。で、ピンコンカンカンって自分のフライトナンバーだけはよく聞こえない。注意して聞いてるから。自分の名前呼ばれたらすぐ気づかない。なんで？なぜか。ここが他の音に集中しないようにスクリーニングをかけて自分の音が聞こえるように意識してる、反応するようにしてるからなんですね。もう一つ、例えば女性の方がいて、そうだな、どこどこのブランドの可愛いバッグが人気があったと、ね、エルメスでもヴィトンでもなんでもいいや。で、今年流行りの色があったとします。欲しくて欲しくてしょうがないとき、ね、オールインラブしてそのまま欲しくなっちゃった。次の日からやたら街でそれを持ったカバンを、かわいいお気に入りのカバンを持った人が目につくってことってありますよね。ある？あるの？ちょっとあなた女性？男性だよ。ね、変わるの男性だよね。そういうことあるよね。まあ、男性で例えると、例えばオートバイでも車でもいいや。欲しい車。ランドクルーザーの2019年モデルの黒のカラーのホイールがなんとかでってなって、欲しくなった瞬間から次の日やたら気づくでしょ。それってマジック？違うね。元から走ってんですよ。気づいてないだけなんですよ。ところが欲しいということが、まあ欲として決まった瞬間から脳がそれに気づくんですよね。もともとビジョンとして入ってきたものを無視していたんだけど、意識に変えられるようになってるわけですね。分かる？具体的事例。逆を言うと、このレティキュラーアクティベーションシステムのフィルタリングにかからないものというのはアンコンシャスで無意識のまま忘れ去られるようになってるんですよ。ここね、分かるよね。分かります。わかんないって言わないで。ストーリー崩れちゃうから。まあでもこれ事実だね。ここに簡単に言うと PC とかサーバーとしてプログラミングがあるから人間って気づいてリアクションがうまくできるようになるわけですよ。それをいかに効率よくできるかっていうのがキーなんですね。キーってどういうことかっていうと、例えばゴールがあって目的があって夢があったとするならば、具体的にイメージできているか、
具体的に何をしたいかっていうことをすごく、まあ、インプットできているか、そこがキーなんですね。それができてないと、せっかくいい情報、いい環境、いいチャンスがあったとしても、それをつかまないで逃してるっていうことが非常に多くなる。これリアルに脳科学でそういうふうに言われています。というふうに考えると、さっきのナポレオンヒルさんとかジェームズ・アレンさんが、あなたの行い、あなたの周りの環境、それからあなたがやってること、成功への導きというのは、あなたが本気で思い込んで信じさえすれば叶うことができるんですよって言ったのと、理にかなった科学が証明されてるんだよね。だけど本気で思うかどうかっていうところがポイントなんですよ。例えばよくこういう話するとモンゴル人の学生さんが聞くと、浜さんじゃ分かったと、プレジデントになりたいんだけれどもなれますか、このラスというシステムを使ったらプレゼントになれるんですかって聞くわけですわ。だけどあなた本当になりたくて思ってる、なりたいんですかって聞くと、多分大抵はそうじゃないんだよね。本当になりたいって思ってる人って、会社辞めてすぐポリティクスの活動始めたり NGO に入って活動してたりってしてるんですよ。ここにいるってことは本当にやりたいと思ってないでしょ。だとしたらあなたは別にそういう行動を起こしてないし、起こせないし、チャンスもないんじゃないんですかっていう答えをするんですよ。これ分かります？結局ここにフィルタリングが入ると、何かいいチャンスがあると自分が引き寄せられていくわけです。無意識で何かのチャンスをグラブする、もしくは、それに近づくっていうことがもう証明されてるわけです。当たり前ですよ。行動に起こしてるわけですから。行動を起こせばチャンスは広がる、行動を起こさなければチャンスがない、当たり前ですよね。さっきの話と同じで、やりたいこと100個書いてって書けませんと、100個なんだっけ、難しいなって言ったら、じゃあやりたいことやれないよねっていう話と同じです。それがこの RAS という機能の必要な、まあ、まあ、あの、なんですかね、ポイントなんですね。機能、重要な機能なんですね。ここまで納得、あんまり納得しない、最後もっと納得することを用意してますから、今日は。はい。どうすりゃいいのって。リプログラミングですね。まあ、当然 PC のコンフィギュレーション変えりゃいいってわけじゃないんで、ルーティングが変わってなんか神経細胞があっち行ってこっち行ってできないから。だけど、まあ、リプログラミングしていくことが必要ですと。まあ、ラストフィルターを取っ払う、さっき言ったよね、メンタルブロック、同じだよね。ラストがフィルターしてるんですよ。できねえだろ、本当はできんのでしょ。でゴールがダイエットとか中途半端なこと言ってるから、山の途中でちょっと2キロ3キロ痩せるぐらいでやったらなってんですよ。具体的なビジョンがないんだからね。痩せて腹筋が6つに割れてるとかって分かりやすいね。絶対諦めず山登ってるからだ。つまりラスにインプットするに一つ重要なのは、ビジュアライズ、ビジョンできるかどうかってことなんですよ。それができないことっていうのは、多分目的の達成には近づくとは相当難しいだろうよねっていうこと。そうだよね。どうやってリプラミングするかっていう話なんですけども、まあ一番典型的なのは紙に書いてください。100個ぐらい、50個でもいいや、10個でもいいや、ね、やりたいことを自分で思う夢ゴールをバーッと書いちゃうんですよね。でまあ100個ぐらい書いたら、その中にはとんでもないのも多分あると思いますよ、ね、例えば地球3周ぐらい旅行したいんだとかさ、まあ、会社の社長になりてんだとか、時間軸とを考えると、あとはビジュアライズ自分がした時に、まだぼんやりなのかコンクリートなのかによってプライオリティって違うでしょ。それを、まあ、3つぐらいでいいや分けちゃう。
A、B、C でもいいし、IU でもいいし、1、2、3でもいいんだけど、一番プライオリティ高いのは時間軸が近くて、すごくビジュアライズされているやりたいこと。で、次に時間軸はちょっとまあ曖昧なんだけど、まあまあなんとなくビジュアライズされている。3つ目が時間軸わかんないし、ビジュアライズ、まあなんかそんなコンクリートじゃないけど、オブスキュアな感じね、ぼんやりと。まあそれは3つ目なんです。で、それを毎日眺める。で、重要なのはそこでどうやって成し遂げようかっていうことを考え始めちゃダメ。リストを作るときには現実的な話にどんどん、あの、どうやって成し遂げるかっていうのは自分の経験に基づく思考の中でのハウトゥーなんですよね。そうすると自分のそのリミットより超えた成し遂げる方法っていうのを思いつかないようになってるんですよ。例えば自分が経験、具体的なアクションとして経験しなくても自分が想像できる、こういうことできるんじゃないか、試行錯誤っていうよく言うじゃない。あれも結局自分の経験、自分の脳みそに入っているファイルの中から引っ張り出してきた試行錯誤のレベルなんですよね。だからとてつもなくすごい成功するスタートアップの会社の社長さんとかって僕らの思考と違うところで突拍子もないビジネスモデルで成功したりしてるでしょ。なんでか、僕らの思考のリミットじゃないところの思考があるからなんですよね。だからやりたいことをゴールっていうのを考えるとき、リストアップしていくときにどうやってを先に考えちゃうとリストは多分なくなっちゃうと思います。で、Define Clear Goal って書いてありますけども、ね、これどういうことか。さっき言ったね、山登るときにね、まあダイエットでもいいや、ダイエットするんだという目標、これダメなんですよね。ダイエットした結果どういう姿を自分でイメージしますかが重要。そうすると6パックになってれば別に2キロしか痩せなくてもいいわけでしょ、黒島さん。そうだよね。10キロ痩せてまだ太ってるかもしれないよね。また病院送りかもしれないね。成年成人病とか、これダメだよね。ゴールが間違ってるんですよ。ってだからクリアゴールのディフィニッションとか重要なんだよね。うん。で、このまあ Define ゴールと Detail your goal、ここが超重要。なぜか時間軸がここに入ってくるから。何日までにとか、1年以内にとか、3年以内にとか、そうすると行動に移しやすくなるんですよね。で、できる限りもう何でもポジティブにしか考えない。これ同じなんですよね。例えば小さいお子さんを持ってる親御さんがいてね、お前はできないんだ、お前はそんなことできることはない、あの子とは違う、あの子たちは天才なんだ、あなたには能力があなたがないって吹き込んだとしましょう。メンタルブロック入るよね。ラスが、ラスというこの神経組織のシステムができるはずのものでももう無視しちゃってできないものに変えちゃう。本人の無意識のうちに。そういうことってあるでしょ、子供って。で、僕らもう大人になってある程度頭の中が出来上がっちゃってるんだけども、同じなんですって。徹底的にポジティブにしか考えない。できんのって気は変えて、できねえじゃなくてやってみますの方がマシだよね。でもっと言うと、ラスということで言うと、やれますって言った方が具体的だね。やってみますっていうのはまだビジュアライズされてないんですよ。できる姿をビジョンとして成り立ってないとラスは機能しないそうです。よろしいですか。で、ここまで言うとちょっと皆さん、お前本読んだんだろって思っちゃう。本は読みますよ、
当たり前ですよ。勉強は続けて本はたくさん読んだ方がいいし、いろんな知識を得てフレッシュした方がいいんだけど、じゃあ自分のね過去の経験に合わせてみましょう。あと10分かな、会社がちょっとそうだったらね。いい、今村さんこのセッションの前に私事前にこちらでたくさんいろんなインタビューとか雑誌へいろんな寄稿した際のね資料を皆さん事前に東京にお送りさせてあげたんですよ。皆さん読んでいただく時間ありました？こっちの先生は2人は知ってるね。いろんな雑誌一貫して同じこと書いてます。実は日本語で一言言うと有言実行を書いてるんですね。よくビジネス雑誌ってあなたのキャリアってどうでしたとかさ、あなたどうやってモビコムの社長になったんですかとか、キャリアってどういう会社ですか、あなたたちの過去の成功事例を教えてください、そういうインタビューが大抵なんですけども、一貫して同じこと書いてるね俺この2年3年ずっと。何か有言実行の自分の大学から今のこのポジションに来るまでの失敗事例の話を、成功事例の話をいつも書いて経験談として話してます。経験に基づく話で、その内容っていうのがまさにこのレティキュラーアクティベーティングシステムで言っていることとマッチしてます。どういうこと？自分で言ってアファーメーションをかけて自分の頭の中で強くインプットして自分のこうありたいという目的のイメージをしっかり作るんですね。でそうすると何でか不思議なんですけどその通り来ました。少なくとも今日のこの場にいるまでは。誤解をなさらないようにしていただきたいんですけども、これこういう話をねするとまあ一般的にね多くは何こいつ言ってんのアロガントなことを言ってとか自分の自慢をしてるんかとかそういった話になりがちなんですが、今ずっと最初から私自分のストーリー、ベンチプレスの話もそうだし、ずっと過去の自分の経験の話してきてるでしょ。だから少なくとも今日のここまでの経験の話っていうのは嘘じゃないし否定できないね、誰にも。事実なんで。でじゃあどういうことをやったか、ラスのインプットね。当時そんなラスなんか知らないよ。ラスなんか知らなかったし、ラスって知ったらもうここ最近2年3年の話か。ストーリー第2弾、大学ね。私テレコム会社に働いてるけど歴史学科出身なんですよ。西洋史歴史大好きでね。なんでか高校の先生がすごいリスペクトできる先生で、いろんな世の中のことを知ってるんですよね。カルチャーからね、トラディショナルなカルチャーから社会経済政治、歴史学ってそういうものなんです実は。歴史って何年にどこどこで戦争があったとかそんな話じゃないんですよね。その時代の政治経済それから文化っていうのがどうなってか、法制度がどうだったかっていうのは学ぶのが歴史なんです。でその先生すごい良くてね、でその先生に憧れて同じ大学の同じ学部の同じ学科に行きました。それは一浪しましたよ。一浪したんだけど、そういうことをやって公言していきました。この大学のここのここにこれやっていくんだってことを公言していきました。有言実行ね、インプットした。さっき言ったよね、冒頭でこういうセッションをやることによって自分も耳で聞いて自分も目で見て資料を書いて紙に書いてるんですね。公言ってそうなんだよね。公言するというのは他人にコミットするということは自分で聞いて自分にもコミットしてるっていうことだと思ってるんですよね。で次大学、まあそんな文学部の私学地理学科なんか行きましたけども、まあ世の中これから通信だよなと。で私の親族もみんな通信会社でした。まあ違う会社とかいっぱいありましたけどね、じいさん通信兵、まあ、それでこれから通信コミュニケーションの時代だよねって、モバイル含めてですよ、まあ、それでなんとなくまだ DDI に入ったんです。でも具体的な何か言ってなかったんだけど、やっぱり海外で働きたいなっていう思いは強かったです。だから毎日、信じられないと思いますけど北海道にいた時英語の会話の学校に通ってました。公言もしてました。グローバルでやるんですって。まあ当時2000年かな、 KD と合併した直後に本社にお前面白いから来いな、クリア
まあ、たまたまね北海道にご出張でいらしていた当時舘野さんとか種野さんとか、まあ、そういった方がいて直接訴えるチャンスがあったんですよ。東京にいたらないよね、お会いすることって。でも出張来られると独行訪問とかでカバン持ちで行っちゃったりするわけですよ。その時にそんな話をしたんですね。そしたら、なんか中途半端に6月ぐらいに呼ばれて行ったところがなんとキャリアビジネス推進部だけどね、まあ英語勉強した大学でその英語が何だって勉強したところで、ね、突然ねキャリビに行ってアフリカの国とねキャリア の, そのテレフォンアカウンティングレートの交渉しろって言ったってこれは無理なんですよね。またそこからまた勉強が始まるわけですよ。当時小田さんという GL がいらして小田さんにいろいろね文章を添削してもらってビジネス文の書き方とかいろいろ学びました本当に、うん。でね、まあ、その後1年ぐらいした後に、今の庄司さんが GL でいらした時に当時の海外営業推進部の販促グループってところに移ったんですね。そこから私のグローバルのプレイヤーの人生が始まりました。もうほぼ20年、そのうち12年海外、なんでこんなになっちゃったんですけども、でグローバルビジネスで海外営業推進部にいた時何知ったかと思います？本当の話ですよ。自己申告書に毎年ヨーロッパに行くんだってこれ書いてました。そしたらね3年半後に本当に2004年にロンドンに転勤になったんですよね、まあ、死ぬほど働きましたけどね、うん、そしたらロンドンどころかドイツにも行くチャンスがあってベルギーにも行っちゃって35歳4歳の時から支店長34歳、あのトヨタさん担当でねベルギー支店というのは当時、うん、まあ忘れもしませんよ。最初にご挨拶行った時に見積もりくれと、何の見積もりですかってベルギー人のダイレクターに聞いたら解約の見積もりくれって言われてましたね。それが初日の最初の10分でしたね。まあその時から死守するぞというのが公言、まあやりましたよ当然。でねここからもう少しグローバルフィールドで戦う、ヨーロッパ行きたい、ヨーロッパ行けました、ロンドンだけじゃなくて3つも行くことができました、もうこれ本当に感謝に尽きないんですけれども、その当時2009年2010年、ちょうどドイツとかベルギーに行った頃ですよね。自己申告書なんて書いてたと思います？ KDDA って自己申告書っていうのがありますよね。自分のキャリアプラン何したいですか3年後4年後。じゃん、私まだファイル持ってんですよ。見えにくいと思うんですけども、こっちが2009年、こっちが1年後の2010年、共通して同じこと書いてます。帰任後に海外営業推進部、当時のグローバル営業推進部に戻って営業推進グループのグループリーダーになるって書いてるんですね、超具体的に。で翌年も同じこと書いてます。またはヨーロッパ本社に戻って営業企画のリーダー、まあ、ダイレクターって言ってるんですよね。2年同じこと書いてます。これ具体的にまだ資料残ったんで今日添付したんですよね。実はここにいた時から常に一貫して同じようなこと書いてます。何やりたいかっていうこと、仕事に関してはね、プライベートの人生ちょっといろいろ複雑な問題があったんですけども、2回も3回もだからちょっといいこと言えないんだけど、仕事 KDD の中にいるキャリアということで言うと、やりたいことっていうのは常に一貫して書き続けました。でこの後もあったんですよ。実は2011年12年13年14年15年16年、で今年に至るまで自己申告書ってあるでしょ、キャリアプラン一貫して書いてます。みんなに教えていけないですよね。これ10年前ぐらいからお見せしてるんだけど、最近の店でちょっといやらしいからお見せしません。でね、この後何が起こったかね、東京戻りましたよ。でグローバル営業推進部ちゃんと戻って GL になりました。その後営業推進グループの GL にもなりました。で私のその時の希望はもう一度次に海外拠点に行って統括拠点の副社長とかダイレクタークラスになりたいと、またはその配下の小さい拠点の拠点長って書いてました。ところがちょっとローテーションが早くてね、
ボスが引き上げてくれたんですね。営業推進部長になれたんです。ローテーションのワンサイクル早くなっちゃったんです。そうすると自分のやりたいことっていうのはもっと幅が広がったんですよね。当然そうですね。営業推進部当時70人ぐらいいたんですけど、でその時も次に行きたいのは統括拠点で書いてました。唯一書いてなかったのはモンゴルはもう完全にアウトオブガンジーでしたね。当時 ICT 本部にいたから GCB じゃないもん。うん、だけど、まあ、12月の3日忘れもしない、うん、当時谷川さんの人の酒井さんに慌てて酒井さんが汗かいて走ってきて浜田さん会議室に行ってくださいって谷川さんのとこ行ったら谷川さんがニコニコ笑いながらね A4 の紙1枚こんな感じで持ってらっしゃったんですよ。これどうしたらなんですかって、あ、俺もしかしてヨーロッパの IG と思ったら、まあ、当時ソシさんが統括拠点長でね、あ、俺ヨーロッパ副社長行けるのかなって思っちゃうじゃない。したらトーナメント表みたいな組織図が書いてあって一番上に私の名前書いてあるんですよ。でモビコムって書いてあるんですね。モビコムって聞いたことあるよなって、聞いたことがあるよなも何も毎週金曜日に幹部会で聞かされてましたね。状況私の名前書いてあるんですね。でもね一瞬たじろいだんですけど、待てよって、売上規模利益考えるとこれ統括拠点と同じやん思っちゃって喜んできたんですよね。その予定した通りになってるんですよ。一応引きがあるって言うんですかね、引きって具体的にインプットしてるんですよ。できないもんできないって言っちゃうんだけど、すぐに、まあ、それよく本社だとハレーションなんだけどまあそういうことだと思うんですよね。そのレティキュラーアクティベーションシステム、脳のそのインプット、具体的に自分でどうビジョナリーにイメージできるかインプットするかっていうのが一つキーかなと思ってます。だから今日は本社で若い皆さん今日入ってくださってると思うんですけれども、 COVID の制限で仕事がなかなかできないとか海外行けないとかいろんな思いがあると思うんですけども、でもそれって一生続くわけじゃない一過性の話なんで、この時間を利用して具体的に自分何やりたいかビジョナリーに描くっていうことをやっぱやった方が時間の無駄じゃないよねって。だって COVID って僕らだけじゃなくて世界中だし全部止まってるし、でもこんな中うまくいってる人、儲かってる会社っていっぱいあるしっていうことですよね。だから少なくとも、まあ、こんな私に今日ね興味抱いて時間を割いてくれたっていうのは一つ大きな一歩だと思うんですよね。多少なりとも記憶にインプットされてると思ってますんで、そんな風に思ってます。まあ今ベースですね。最後ねこれよく言うモンゴルの当社のスタッフ、それから学生、他の企業の若いビジネスパーソンにいつも言ってます。日本語あえて書いてますね、簡単な文章。 Don't call it a dream, call it a plan. Then, when you call it a schedule, you might be on the right track. 夢って言い続けてるうちはまだ具体性がアンビギュアスでビジョナルじゃない。ところがプランって呼び始めちゃうともっと具体的になるね。でスケジュールまでなるとその時にはもうゴール近づいてるってことですよね、ってことを言ってます。そうすると脳がより活性化して引きも強くなるし、チャンスも逃さないし、アクションも取るし、成功へ近づくんじゃないですかということです。